Okay, welcome back to more Tellyariza. We're supposed to be looking around our hideout, I guess. まだ細かいものがいろいろと足りないかも。必要と思ったものをみんなで持ち寄ればいいでしょ。これからはいいね。それでこそ僕ら。私も小物と変な遠慮しない。ここは、ありがとう。どうしたの？まさか、そんな、ここには入っ、そのはずなんだが、嫌なく言われてみれば、なんだろう、気味が悪いな。あっちか。様子見に、なんでさ、危険には近づくな。せっかくアトリエが完成したのに。様子を見るだけだ。リラさんに伝える分だけを確認したらすぐに引き返すぞ、ライザ。わかってる。すぐ戻るから、クラリアはここで待ってて。うん。任せとけって。危なくなった時の逃走方法。とにかく慎重。行くわよ。Everyone's changing too.So what does it want me to do actually? Head deeper into the forest, okay.森中で気配がざわついてるのに、見た感じは何もか。確かに変だね。おかしいのが確か。全然逃げないとダメな。
クラウディア。そうだ、アンペルさんたちなら何か。そういうクラウディアにはさっき家に帰ってもらったけど、あの広場が安全だ。二人とも、あ、さっきから難しい顔で黙っ、わざわざ見に、いや、よく無事に戻った。え、確かに無謀だが、奴らと出くわしてなお戻ってこられた。奴ら、やっぱりあの魔物について。ああ、村での聞き込みでは成果がなかったから、ここは無関係と判断しかけていたんだがな。これだけ遺跡が散在していながら伝承一つないのは考えてみれば不自然だ。アンペルさん、ん、すまん、遭遇した場所は商用。ああ、アトリエからそこそこ離れた場所だった。なるほど。しかし石膏が遠出をするとは思えん。あ、ん、すまんが。いいけど、いずれ二人にもお披露目するつもりだったし。よし、では行こう。アトリエだよ。おお、なかなか。どうだ、リラ。幸い、この付近に痕跡はないな。I think so. There might just be hair, but. ライザ、無粋を承知で頼むが、この隠れ家に。私とリラを見張りとして住まわせてくれない。アンペルさんたちをアトリエの見張り。俺たちにとっちゃ願ったり叶ったりだけどよ。島の村での暮らしにこだわりはない。引き払うだけさ。それに奴らや遺跡を調査するにも対岸のここに本拠。その奴ら。すまんが、もう少し状況をつかむまで待ってくれ。わかった。でも当然だ。聖官は喜ばしいとして。Oh, the reason why I thought they were ears was because she has like fur on her hand arms. See? She has fur on her arms.
adios, boss. いらっしゃい、アイザ。なんだ、アトリエの方はあれからどうなったの？リラさんたちが周りを調べるって私も驚いたよ。近くにいないって分かれば私もアトリエに出入りする許可がもらえるかな。実際にあいつを見てないとはいえ度胸あるな。タオにもね、こう見えてもお父さんといろんなところを旅したからね。かなりね。でも怖さが突き抜けちゃったせいかな、あの魔物が家の古書に載ってないか必死で調べてるよ。でもタオ君の本よりもまず村の人たちがその魔物について知ってるんじゃ。あんな魔物がいるなんて一度も聞いたことないよ。そんなに恐ろしい魔物なら伝説とかいくらでも残ってそうなのに。島の外にはあるかもしれないけど、私たち何百年。そうだって聞いてるよ。そこまで言ったら悪いよ。ねえ、アトリエに？そうじゃなくて、私もみんなと冒険に。冒険って？ナイザだって危ないのに出かけてるじゃない。そう言ってくれるのは嬉しいけど、アトリエを作るとき。お願い。もう本当無理だと思うけど。ありがとうライザ。でもちょっと時間はかっ。分かった。He just wants me to wait today. よし、休んじゃおう。話は聞いている。うちのクラウを村の外へ冒険に出したいと。です。ライザ、お父さん。ライザリンした。は、私は君を娘の命の恩人であるというだけでなく、それなりの良識を備えた人物と評価していた。ありが…じゃない…すみません。その…君たちが冒険、野外での活動に秀でていると。保守的な村には珍しい。外界への好奇心の強さには旅だが、たびたび対象を離れる迂闊な娘に余計な刺激を与える。お父さん。お前が姿を消すたびどれだけ私が心配しているか。一体何度言い聞かせたと思う。それは私にも。多少腕に覚えがあるというだけの彼女らに大切な娘を託せるわけがないだろう。ライザたちは私の護衛なんかじゃ。多少じゃない。何？つまりライザたちは十分強くて。え？なぜそうなる。旅商人にとって行く先で出会う人物の見極めこそが最大の宝だ。私はライザたちなら大丈夫だって見極めたの。この見極めが間違って。そこまで言うからには、お前が間違っていたら。クラウ、お願い。はい、よし。ではそれを確かめるための課題として、
待たせたな。事情クラウディアも思い切った。ありがとう。うん、どうやら集まった。はい。まず一つ目の依頼だが、地下室の水漏れを直すものを作ってきてもらい。そんな錬金術師をまるで便利屋み。そんなに怒らなくてもいいよ。にしても人間も水漏れする。いや、引っ越してきた当初はな。地震あったよ、真夜中にほんの少しだけ。それなりに大きな揺れ。村の連中が慣れちゃ。まあそれはいい。旧市街は地盤。クラウディア、水没して。まさかそんな大きな地震。ここゆっくり浸水して。確かこの島を囲む翡翠湖、外界とつながってて。だって誰も教えね。難しい話はそれまでにして、地下室に。水はあっちの奥から漏れてるのかな。あそこ何か思いついたのか。まあね。おお、とりあえずメモしておこう。待っててください、ルベルタさん。うん、分かってる。お父さん、危険はありません。何？なんだよ。おい、おかしいだろ。Freshener go. Yeah, I can totally do this.なんだよ。
recipe books, huh? Just go to the wizard port. うん、私は錬金役割か。おお、一人で戦うのと違って仲間がいる場合はそれぞれ前に切り込むもの、盾となって防ぐもの。なるほど。おのおのの役割が決まれば装備品の材料は無限ではない。Role system switching teammates' equipment will allow you to change their role. Each item has a set role levels, and the final role is determined by how these are distributed. There are 4 different roles, and each one has different set bonuses and passive skills. Carefully select each ally's role and place them accordingly. This is your key to victory. Neat. なるほど。After a burst down. 何作っちゃおうかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。何を入れよう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何をしようか悩んじゃうな。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。どれにしようかな。これで、さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。なんか上達してきた気がする。Thing over here. 火事になったら大変だわ。Eternal fire. 取り扱い注意だね。They're hanging there now because of the monster they're investigating.
Yep. Hey, I have the thing you wanted. これでどう?ルベルトさん、持ってきましたよ。これが?多分、うまくいくと思うんです。これでよし。確認しよう。どうですか?確かに水の流れが止まったように見える。すでに。どうも。確認はまだだが。いいだろう。最初の課題は合格だ。どうもどうも。お父さん?当然だろう。今回の課題は私個人が彼女の腕前を見る。でもクラウディア、ルベルトさんの言うことが理解が早いのは良いことだ。まあいいっていいって。付き合う。What's the oh wait 2 days? That's lame.休んじゃおう。ふう、休まるね。ボス、あんたまた。これでお前たち最近は冒険ウロチョロと御用聞きして回ってるってあちこちで怪しい真似ってな。今さら物珍しいまじないに当てられてガキみたくはしゃぎ回っ誰がガキみてえだって。ボースこそランバー引き連れて気分はガキ大将?どっちが子供なのよ。こいつは剣の稽古相手だ。遊び歩いてるお前らと。どうしてそんな。こいつら。こいつらはいつまでもグズグズくすぶ。俺は違う。俺はブルネンクの男として勉学も剣の稽古も。でもライザたちも今は流れ物やお前という外からの刺激。ボスてめえ昔なじみだと思ってつけ上がってるのはどっちだ。昨日今日でお前いいわ。せめて旅商人が。聞いたよね、みんな。やるわよ。ああ。俺たちのやってることが本気の本気だってボースの野郎に。
僕だって変わったつもりだからね。ボスの前じゃ。もしかして以前は。それはそうだったわ。ちょっと変なことになっちゃってたけど、お父さんが次の課題を出すからお呼びしなさいって。待ってました。次は何かな。詳しくは聞いてないけど、私の家の近くで行うみたい。わかった、早速みんなで行ってみよう。こんにちは、ルベルトさん。来たか、悪党どもめ。ブルネン家の人間。あ、悪童。マリケに言い張り腐りやがって。お父さん、次。うん、課題が村からの依頼にもなるためだ。言われてみれば。先日の地震で出た瓦礫が集められている。それ以外のもの、はじめはそんな量でもなかったのだが、ここに集めれば良いと思い、往来に支障が出て苦情も寄せられている。はあ、それお前たち最近なんとかという便利なものをやっとるんだろう。それでこなんとかじゃなく、どうでもいいわい、そんなこと。そりゃ頼りない返事だな。ええ、我が家の地下室で起きた水漏れも彼女の錬金術で解決しました。うん、別にそっちはどうでもいいけど。水漏れの次はガラクタ掃除か。いよいよ便利扱いに。なんクラウディアのためだし、なんてことないって。せめて小さければよそに運ぶ。ぶっ壊す。アンペルさん。 ん？これか？これは錬金。綺麗。今のお前ならわかる。さらに。ああ、作ったものの原。もちろん特別な技には特別な材料が必要。ジェムは？ジェム還元といってな、さまざま。え、すごい。それ見た目は綺麗だが、本物の宝石、我々錬金術師にとっては利用。つまり甘い目論見がく。Item rebuild. Previously crafted items can be reinforced by using item rebuild. This can only be used on items that Ryza has synthesized. These items are indicated via anicon to the right of the items level. A normal synthesis limits how many materials you can use, but item rebuild lets you add even more. As a result, you can create items you wouldn't be able to through normal synthesis.
However, their item level will increase according to element value plus one. During item rebuild, the item can't exceed Riza's alchemy level. Think carefully about which material loop to level up before selecting what item to use. If the item level is too high, you won't be able to use it, so pay very close attention. Gem reduction. Each time you add materials to an item rebuild, you need gems. You can obtain gems these by using gem reduction, which can turn any item into gems. Use this process to gather any items you have no use for. Okay, so I'm gonna save and split the part here. See you next time.